こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットじゃない、カルチョビットアーを始めていきたいと思います。間違えるよね、いつも。さてですね、今回年末ということで練習試合ですね、どんどんやっていきたいと思います。まず3位のキャピタル東京ですね。このままでいきます。1点は取りたいな。どうかな。あ、キャピタル東京ってそうか、ジャパンカップで戦って負けたチームだ。1点は取れたんだったっけな。おっと、オッケー、彩香。ファール。さあ、フリーキックチャンス。くるみ、まあ、練習試合なんで気楽な気分でいきましょう。おっと、早くオピン。これは、なんとか、勝ちました。眠いです。出ましたね。台風ちょっと気になるよな、21号。きついよな。大阪ズドーンだもんな。おっと、緑のチャンス入った、選手点。緑ナイスですね、これは。こう抜けて、ポーンと、バーに当てながらゴール決めました。見事です。緑も良くなりましたね、決められる。さあ、アイコンタクトから。さあ、奈々子が取ったと思ったら、おっと、パンチング。キーパーがいいですよね。結構このゲーム、キーパーで能力が決まるっていうのは、います。うまい。ノーホイッスル、助かりました。さあ、ミオが。ここを逃さず、藤原が。さあ、逆サイドに、ナナコが、さーっと、これ、まあ、コーナーキックですね。いいですね。いい流れ。あやか、2点目だ。なんとは、すげえ。N1 の3位に、これはすごいよな。ふわっと入れました。いや、来年楽しみだな。さてと、まだスタミナ持つ。キャピタル東京の能力後で見てみましょう。おっと、キャンデロロ、あっと、これはオフサイドか。キャンデオはここで蹴ったとこで、ちょっと判定は際どいけど、オフサイドなんだな。おー、いいですね。守備も良くなった。3点目だ。なんとは、すげえや。嘘だろ？メンバー落としてんのかな、相手。これで、能力、この地で能力見ればいいんですけどね。試合終わりました。なんとまあ、3対0で、圧勝しちゃいましたよ。さあ、最初にチャンスがあったくるみですが、ここは決められない。して、これですよ。日野か。キャピタル東京チャンスは続いて、2ゴールが結構早いんですけど、まあ、ちょっと遠すぎますよね。そしてこの23分、緑が振り返り抜けてギリギリ入って先取点。すごー、抜けて
落ち着いてきましたよね。そしてこれですね、守備もなかなか硬い。さあ逆サイドから、これはキーパーが過ぎましたが、そこのコーナーキックか、彩香がふわっと見事でした。さあ藤原、この抜け方も良かったな。藤原も緑がボレー、鮮やかなボレーですね。飛び込んできて、ああ、枠内はこちらが2本ですね。いやー、よかった。完勝ですよ。来年本当楽しみだよな。ちょっと能力、ごめん。こっち見てみますか、能力を。キャピタル東京3位ですね。選手データがある。ここへだ。すごいな。A とか S とか。タイプもしっかり決めてますからね。それで3-0で勝っちゃうんだからすごいよな。なるほど。開封が、怪我、あと、使いを見える選手あるんですがね。やっぱり能力がすごいよな。去年の1位ですからね。キャピタル東京は。フォワードからみんなキャンデローなんか、さっき見てた S が3つですからね。本当に隙のない陣営で、ピラミッド型の守備もしっかりしてますからね。早坂がちょっとあれだけど、でセシルもまあなかなかの能力、控え勢ももちろんいい。まあ緑からちょっと微妙ですけど、ここにジョーコいたんだ。元クラマーカリバーズを上皇か。翼ちゃん、これ欲しいな。あ、なかなか強いですよ、このチームは。さあ、コーチ、シマントスとやりますかね。シマントスか。そのコーチシマントスですが、どういう能力かというと、これが7位ですので、まあ真ん中の成績、10勝11敗、1引き分け、勝ち点が31ですよね。8位、7位、そして今年が7位と来てます。シマントリバーサイドパーク。シマントですよ、シマント。土佐のコーチのですよね。で、この選手、能力を見てても、いや、まあ確かに C は多いですけど、やっぱ S とか A とか強いですからね。しかもやっぱりタイプがはっきりしてるから、その分役割分担もしっかりしてるっていうのは言えますよね。やっぱりなかなかどのチームも強いチームですよね。例えば、この辺降格した、チェスト、鹿児島を見てみると、こんな感じ、やや D があるなど見劣りますからね。それから比べると、やっぱり、さっき、N1 の上位勢はさすがに強い。まあ逆に言ったら下位なら、組できるんで、最下位にならなければいいっていう考え方もできます。そのコーチシマントス。ちょっとこれはメンバー落としましょう。女子選手を中心に。しましょう。サツキを羽生田を代わり、サヨを、7、
7個のカーリーかな。その7個と幸子を出します。エリカとユーナかな。広岡にしましょう、キーパーは。さ、これでどうなる。さすがにメンバー落ちますよね、こうなると。これどこまで頑張れるか。まあ決定力は欠けるでしょうね。キーパーがいいんですよね。おっと、逃れた。どんどん課題カードを得たいですね。あとノーフィスルか。そう、天気が今年の夏は良くなかったよな。暑かったし不安定だったし、やっぱり豪雨もそうですけど雨も多かったし。おっと、ゴール前なんとか逃れたが、やっぱり攻められる一方ですね。守ってほしいな、できれば。守りが、あやか、ナイス。さっきは点数取りましたからね。キーパー、守りますね。とにかく守る。さて、さあ、ユーナ。わずかに左に逸れた。お、カップしますね。さあ、ユーナ。と、さあコーナーキックです。おっと、もう一度コーナーキック。いいですね、なかなか。今度はスローインか。節子から萌え。さあセンタリングだが、これはちょっと無理があった。手前すぎた。いいシーンですね、なかなか。さあ、広末。広末ってなんか、コーチですね、いかにも。左へ添えた。まだ一失点も許してないのはさすがです。メンバー落としても結構戦えてますね。さあ、窓か。さあ、慌てて戻っていきますが、これは、うん、いいですね。さ、積極的に立てば、さ、チャンスかな。チャンスではなかったか。チャンスはチャンスだったけど、っていうわけで。ここは最後の。おっと。一点も許さなかったですよね。まあ、綾香のヘディング、見事ですね。高さもついてきた感じかな。キーパーもよく守りましたよね。そして30分、この時間帯はすごくチャンスで、コーナーがどんどん続いていくんですよね。2回もコーナーが。守備が、ここは左にそれて、相変わらず谷原が早く、で、これは決定的なピンチかなと思ったんですが、決められず、ロングシュート。ここ、もう危なかったんですが、見事にクリアして、無失点ですね。お、結構課題もらいましたよ。来年に向けていい、カードをもらい方になりましたね。そして、6年目が終了です。いよいよ来年から N1 ですね。さあ、
いよいよ7年目のスタートです。2位以内だとアジアチャレンジトロフィーへ出場権が与えられます。まあまずは1年目なんで最下位にならないことが、最下位下から2番目にならまではならないことが大事ですね。下から最下位は強制的に落ちますし、下から2番目だと入れ替え戦に出場ですから、まあ下から2番目に入らずにそれ以上になることを目指したいと思います。調子が出なくても残留だけは必ず果たしましょう。本当にそうですね。クラブ事務所にチーム編成を行いましょう。というわけで、そろそろ、選手を雇いますね。超安い女子選手を雇います。女子選手縛りをしてるんで、女子選手を、確保したいと思います。安い選手なかなか出てこないよな。これ女子選手か、まなみって言うんだ。すごいな。早速スカウトしましょう。トカチバロンでやってたみたいですね。オファー。 S リーグってステップリーグのことか。本当？散々そのクラワンカ監督のもとでプレイしたかっていうと聞いてますっていうのをよく見るけど、結局雇ってもらえ入らなかったりしたからな。さあ、みんなやっぱり上がってますね。年俸が特に上がったのはくるみで500万、緑も400万ですから、やっぱり人件費はどんどん上がってきてますよね。逆に年俸が下がることってないのか。よほどことはない限りは下がらないのかも。というわけでまたですね、練習試合があるので、練習試合出ながらですね、力をつけていきたいと思います。はい。この動画、今回のカルチョビットはここまでとなります。高評価、コメント、 SNS など拡散、お待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間がありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。